はい、皆さんこんにちは。6月25日にアップルが一般向けにベータソフトウェアプログラムというので iOS 13とかですね、カタリーナなんかをリリースしたわけですけども、で、まあ、このベータプログラムについてはですね、私ちょっとね思うところもあったりとか、あと注意点なんかもね結構あるんで、そのあたり今日はまとめていきたいと思っています。はい、それでは、Apple のベータソフトウェアプログラムというのは大前提として Apple との契約なんですね。で、Apple 側にバグなどのフィードバック収集の目的がありましてですね、まあ、基本的には一般サービスの一環ではないわけですね。で、契約の詳細を読みますと、第6項ってところに秘密情報の不使用及び不開示っていうのがありましてですね、で、まあ、これ合法的に公示となった情報や、あるいはアップルが一般に開示した情報、まあ、その辺はですね機密扱いにはならないんですが、基本的にはアップルがこう許諾をしていない限りはいかなる情報も開示公表してはいけないというね、決まりになってるわけですよね。で、大手テック系メディアなんかにはアップルが許諾を与えているというね記事なんかは見かけるかと思います。で、 FAQ にも分かりやすく書いていまして、こちら、まあ、つまりはですね、知り得た情報スクリーンショットなどを、まあ、公開とか投稿しちゃいけませんよってことで、ツイッターなどで、見せないでくださいねっていう、ね、方が、ね、書いてるんですね。で、他人に公害することもいけませんという、ね、ことになっておりますね。なのでね、周知の情報とか公式に公開されている素材以外は当チャンネルでも扱わないことにしています。こんな風にね買ってますよっていう動画をねお見せすることはねできないんですね。まあ、アップルと揉めたくないというのが私の一番のね理由ではありますけども、一応規約に従うというねことですよね。で、ただね、ファンとして試したい気持ちっていうのはね皆さんお持ちなのはよくわかります。だけど、まあ、インストールはね基本的には慎重にした方がいいと思っています。で、なぜならね注意点があります。で、これあくまでも開発途中のベータ版なんで完成形ではないということで不具合が起こる可能性があります。そして2つ目です。生活や仕事に不可欠な端末に入れるとインストール時間とか、まあ、不具合が出た時にデータがロスする可能性があります。そして、サブキーを持っていない方には不向きということで、アップルもねサブ機に入れることを推奨しているようですね。で、3つ目ですが、ハードの保証やサポートは継続するんですが、ソフトウェアのサポートについてはですね、それを提供する義務がアップルにはないとね、規約の方に書いてありますね。で、4つ目、あくまでもボランティアなんで、この通常通りにアップルにサービスをね求めるマインドの人はねやらない方がいいですね。俺は客だみたいなね感じの人はね、やらない方がいいです。それはね求めてもね、提供されないですからね。で、注意点5個目、公開や多言ができないので友人に自慢したい人にも不向きというねことでですね、まあ、その自分が入れていても友達に見せてねこう違うんだぜとか、あるいは、内容について話すことは、基本的には禁じられております。で、お次、6個目。トラブルが起きた際に、自力であれこれ調べたり、対応できない人には向いてないということでね、たまに私にも質問いただきますが、ベータに関することはね、私もお答えしないことにねしています。申し訳ないんですけども。で、お次、注意点7ですね。プログラムの説明に一部英語が含まれているんで、それを理解できない方にも向いてないということで、まあ、これは Google 翻訳なんかで、内容を理解することでも、まあ、対応はできるとは思います。で、まあ、ということでね、まあ、お楽しみは完成形の秋のリリースがいいんじゃないかということで、正式版が出た段階でインストールすれば、まあ、サポートもね、公式に受けられますし、まあ、不具合の少ない体験ができると思われます。まあ、もちろんここ2年ぐらいは、不具合が少ないベータ版という感じはしますけどね、まあ、それでも可能性は否定できないというところですね。で、私の場合ね Mac なんかね仕事でガンガン使うんで、もう過去に、ね、一度もベータ版入れたことないんですよね。正式版も 1,2 ヶ月様子見をしたりするぐらいですから、まあ、やはりね、ガンガン使う端末には、ね、入れない方がいいっていうのがね、確かなことだとは思います。
ただそれでも試したい方いらっしゃると思いますが、覚悟の上で入れてくださいということで、でまあこれ方法はですね、まず大前提として iTunes で Mac とかパソコンにバックアップをしっかり取るということがね重要ですね。でそれをやった上でプログラムの登録ページ、まあ、これリンク貼っておきますが、そこで Apple ID の登録、そしてプロファイルのダウンロードで、そこからですね、インストールを経てですね、ソフトウェアのアップデート、ベータ版のダウンロード、インストールを行うという、ね、形ですね。で具体的にはこれはまず iTunes でバックアップをしっかり取っているというね絵ですけども、まあ、とにかくねこの Mac か Windows に入れとかないと復元ができなくなるんでしっかり取ってください。でその上でこのプログラムのページから Apple ID の登録を行うわけですね。でこれサインインして、で契約をしっかり読んでください。これ日本語の契約書の部分もあるんでね。で承諾を経て、でその先パブリックベータ用ガイドなんてね出てきますが、で iOS の方ですから、それを選んで、でこの自分のデバイスをね登録っていうのを押すと、このように入手するっていうね画面が出てきて、中ほど下の方ですね、プロファイルをダウンロードというボタンがあるんでこれを押しますね。でこれを押すと、ダウンロード許可、そしてダウンロード終わったので、その先設定から一般で下の方にこのプロファイルっていうのがあるんで、ここからこのベータのやつを選んでですね、でこれをポンと選んで、でインストールをね行うわけですね。はい。でパスコード入力を経て、で完了を押すと、これでですねまた承諾を得たということで、読んでからインストールを行うというね感じになるでしょうか。で再起動が必要なので再起動ですね。で再起動終わったら、今度一般からソフトウェアアップデートを見ると、ここにパブリックベータの13が出てくるので、これをダウンロードとインストールということですね。パスコード入力してダウンロードねスタートするというね感じですね。だいたい10時40分に始めていますので、でその後はこれダウンロード終わってね、インストールを選ぶといよいよというね感じで、起動とか再起動をちょっとね繰り返しながら進んでいったわけですけども、で結果的にはですね、このインストールまで終わったのがだいたい18分ぐらいかかりましたかね。でこれでね晴れて、完了というね形で13のベータ版が楽しめるわけです。ただ試した後ね、元に戻したい場合もあるかと思います。まあ、そういう時にもね結構ね手間と時間がかかるんですね。で方法としては、2つあるんですが、1つ目はですね、設定一般から先ほど入れた、プロファイルを削除して再起動するってことで、ただこれの場合はですね、次のベータ版リリースであるとかですね、あとは正式版がリリースするまで待たなくてはいけないということで、で不具合があった場合にその状態で使い続けるデメリットっていうのはねあるわけですね。であとはまあ一般的にはこのデバイスを復元してベータ版を削除するっていう方法があると思います。でこれがまあ一番早くて確実な方法ですが、 iTunes でベータ版インストール直前のバックアップしてたじゃないですか。それを使ってリカバリーモードから復元ということでですね、ただしベータ版インストール後にバックアップデータを作った場合は、まあ、互換性がない場合があるということ で必ず元の OS のバージョンのやつはしっかり保存しておいてください。でこの正式版がないとですね、バックアップが、まあ、しっかりできない可能性があったりするということで、ただねこの時間差っていうのがあって、例えば6月25日にバックアップを取ったものを5日後の30日に元に戻したいとするとですね、これアプローチなんか使ってる端末でやっちゃうとヘルスケアのデータは失われるというね結果になりますので、ここだけはねすごい注意した方がいいですね。で具体的にはリカバリーモードですね、今 iTunes につないだ状態でボリューム上下一瞬押して、であとはこの右のサイドボタンをずっと長押しするんですね。でそうすると結構待たされますけども、しばらく押しっぱなしにしているとこのように再起動がかかって、そしてパ
パッとね切り替わるわけですけども、はい、切り替わりました。これがリカバリーモードですね。で、これね、Mac つなげみたいなこと書いてますけども、まあ、すでにつないであります。で、その後はですね、結構ね、ポップアップで、もう、なんかね、脅かしてくるんですけど、基本的には動揺しないでください。iPhone に問題があるって出ますが、これ復元っていうのを押せばですね、その先、私の場合、自動アップデートが無効になってたんで、確認をしなきゃいけなくて、で、見ると、結局ね、これ、出荷時に戻して、かつ、最新の OS が入りますってことで、正式版の最新ですから、12.3.1 がね、もう一回入れ直すというね、形なんですよね。だからまあ、OS 入れ直しということでね、結構めんどくさいんですよね。で、まあ、許諾なんかを経て、その先、作業をねやらしたわけですが、まずはダウンロードから始まっていますよね。これはネット環境によってスピードが違います。で、その後ソフトウェアを抽出したり、あとはね復元の準備なんかを経てですね、で書き込みがね始まるわけですね。で、その先アクティベーションロックなんていうので、これほら特定の ID に紐付けしている端末なんで、 Apple ID を、ね、入れなきゃいけないんですね。それで承諾をすると、確かにね、この iPhone はもともとこの Apple ID ですよっていうことで、紐付け確認ができてロックが解除されるというね感じで、で、その先新しい iPhone の時と同じ画面が出ます。で、ここでバックアップから復元というのをね選んで、で、事前に取っておいたバックアップデータを使って復元をするわけですよね。で、まあこれもね、やはり復元ですからね、結構時間はかかりますよね。まあ容量によるとは思いますが、たくさんデータが入っている人ほど時間がかかるかと思います。で、最終的にね、終わったのが、この復元しましたって出たのが、大体、そうですね、25分後ぐらいでしたかね。まあただね、この先、このタッチ ID をね、やり直したりとかしなきゃいけなかったというね、ところでございます。はい、ということで、まあ、このベータ版ですけどね、まあ、基本的には私は、よっぽど試したい人以外はおすすめしません。なのでね、どうしても入れたいって方は、まあ、この注意点なんかを参考に入れてみてくださいませ。で、やはりね、公害は基本的にできないというね、ことになるかと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。